中日首位争いしてる横浜と阪神大変そうね。ロしてやるロしてやるぞ。ドラゴンズ今週の対戦相手先発西勇輝、大竹、村上、今永、東場は天之助かよ。ほんまかわいそう。とわら天之助やめろ。ドラゴンズまだ死んでないのか。でも西勇輝の日は阪神ファンは負けるし中日ファンは勝てるって言ってるぞ。こういうのって往々にして結構勝つもんやろ。過剰戦力で草。せっかく上向いてきたのにかわいそう。バワーって地中6日なん。わからんな。中4日でも結局中日戦に投げることには変わらんから。今永はカード頭確定やし、中6日やろな。あるとしたら中3日でカープとの3戦目か。でもこれ以上バウアー中6日なんてなったら不満爆発やろって思うわ。前までは結果出てなかったから従うにしても今は違うし。これアホじゃね。中日なんて裏でも勝てるんやからエース使ったらもったいないやん。中日は雑魚3人当ててた球団にエース当てたら6勝できるやん。落合も言ってたやろ、横浜戦が一番緊張したって。落とせない試合は過剰戦力でも叩くのが優勝への近道や。中日が6立てしたら面白いからしてほしい。